はい、1425回始めます。1425回、2023年の8月6日です。1回前にね、世界の海面のね、海ですよ、海の平均気温がね 20.96 度になったと、過去最高を更新したっていうニュースやったんですけども、まあ異常気象、地球温暖化確実に着実に進んでますと、私はそう思うということを言ったんですけども、まあ今ね、日本、まあ日本だけじゃないですよ、世界中で熱波というかね、高温で本当に大変な思いされてる方、日本だけじゃなく世界中にいるんですけども、今沖縄でね、台風6号ですか来てて、それがね、とどまってるっていうのかな、あっち行くと思ったら戻ってきたみたいなね、こっち行くと思ったらまた戻ってきたみたいな、なんか右往左往してて、今までにない台風の動きなってるみたいですね、とどまってるっていうかね、沖縄付近で。それで沖縄停電してる世帯も結構あると、しかも断水してる世帯もあるということでね、この暑い中ですよ、暑い中停電に加え断水みたいな感じで本当に大変な思いされてる方ね、まあなんていうか本当ね、どんな手段使っても、乗り切ってもらいたいなと思うんですけども、そういった場合ね、電気が止まった、停電ね、あと水が止まったとかいう時に、この暑い時にね、どうやって乗り切るか、まあ寒い時は寒い時で大問題なんだけども、それをねちょっと考えてみたいなと、乗ってたんでね、琉球放送これね、まあいろいろ、まあ東村山市で高齢の夫婦が亡くなったとかね、こういうの乗ってます。あと台風6号でね、夏場の停電でパニックになったと、でなんか小さいお子さんがいらっしゃって、大変な思いしたとかね、39度の熱を出したとかね、そういう大変な思いされた方とか載ってます。あと、いろんな SNS でね、寝れるレベルじゃないよというのが沖縄県内で随分ね、SNS で、エアコンなしではとても大変だみたいなことをたくさん皆さん発信してるみたいです。まあね、真夜中でもね、30度とかそれ近くまで行くらしい、まあ台風が来てるとはいえね、厳しい暑さにもかかわらず停電によってエアコンや扇風機が使えず、さらに、熱風で窓を開けることもできない状況ね、温度だけじゃなくて湿度も上がりやすくなると、いうことで本当に大変で、エアコンが使用できない時の熱中症対策ということで、エアコン使用できない時にはどのような対策を取ればいいのか、厚生労働省や、環境省、次のことを推奨していますということで、エアコンが使えない時、ね、どうしたらいいか、これ一応参考までに、私はね、これ結構やってるんですよ。まず服を着替えるね、涼しい素材の服に着替える、これはね、いいです。まあ私はね、服、まあほとんど家の中にいますからね、暑い時とかそういうやばい時は、その時まあ服を着替えるも何も裸ですよ、ほとんど私の場合裸男だったら、まあ涼しい服装ね、風通しのいいもの、これがまず第一、まあそれはそうだ。次、水分を補給するね、喉が渇いていなくてもこまめに水分を補給することが大事です。そう、喉が渇いていなくてもっていうことね。また汗をかくと血中の塩分濃度が下がるために、雨をなめるなど少量の塩分を摂取してください。そうなんですよ、水さえ取ってでいいかってね、そういうことじゃなくて、まあ塩分とかね、ミネラルとか塩飴とか、そうですよね、塩飴ありゃいいけど、もう私なんか塩、これいいのか分かんないけど、塩そのまま舐めるときありますね、私ね、時々ね熱中症みたいになって、今まで過去何度か仕事中とかでフラフラになってね、汗かいてね、外で、その時塩持ち歩いてね、塩舐めたら本当生き返ったこと何回かありますから、やっぱりね、塩直に舐めるのもありだと思いますよ。あとできればね、塩飴なんか多分塩分プラスなんか鉄分か何か入ってると思いますよ、カリウムとかミネラル的な要素がね、塩飴とかいいんだけどね、まあそのお金ももったいないっていうことであればね、何かしょっぱいもの食べるとかね、塩そのまま舐めるとか、水分取った上でねやるのがいいと思います。はい、はい、塩分ね、水と塩分、これを取ること、水分補給。あと3番目、これ大事、熱を
ね、放散する、うん、発散すると。濡れたタオルなどを肌に当てて内輪で仰ぐなどして、うん、熱を放出させましょう、熱を発散させましょう、放散させましょうと。保冷剤や氷が使える場合は首に当てるなどして活用してください。保冷剤とかね、そういったもの、冷たいもの使えるときは首に当てるなど、まあ要は血がたくさんかね、あの通る太い血管があるようなところに保冷剤とか当てると効果的だよとね。あとエアコンないときとかは濡れたタオルとかで肌を湿らせて、それで内輪なんかで仰いでね、要は水分がね、あの蒸発するときっていうのかな、気体になるときに気化熱を持ってきますからね、体温が下がると。それでこれ私やります。あのね、うちね、私タバコ吸うんでね、あの家の中結構キッチンっていう台所、換気扇回しながらタバコ吸うんですけど、そこが暑い、エアコンないんでね、あのキッチンにエアコンないとこって結構あると思うんですけど、あのその換気扇回しながらタバコ吸うんですけど、大体そこにいるんですよ。そこがねめちゃめちゃ暑いんでね、私はねそこ扇風機つけて、あのほぼ裸、裸って言ったらあれだけど、パンツ一丁ぐらいになってね、そこでタバコ吸いながらずっと夏とかいるんですけど、タバコ吸ってあの換気扇つけて、そこがめちゃめちゃ暑いと。どうするかね、もう直に水、手に水をつけて体中に塗りたくって、扇風機で、それを乾かすと、するとうんと冷えます。あとこのある通り、もっと上品にやるんだったらタオル湿らせて、体中湿らせて、そのタオルでね塗って、そんで内輪とかで洗う、これ相当ね下がります、あの体温。あとは私の場合特にそうなんだけど、手の先ね、あの手のひらとか、あと足、うん、手と足がね私熱くなるんですよ。これはあの桶とかに水汲んで手とか足とかを冷やすと、重点的に。それも効果あると思う、うん、エアコン使えない時ですよ、うん、はい。もう電気が止まってね、扇風機すら回せないっていう時は、まあそれね、もう扇風機じゃなくてこの今持ってる扇子とかね、うちわとかで、あの体をね湿らせた上でこうやって仰ぐ、これはかなり体温下げます。この3番目ね、これが私は大きいと思う。熱を放散すると、濡れたタオルなどを肌に当てて内輪で仰ぐなどして熱を放散させましょう。保冷剤や氷が使える場合は首に当てるなどして、冷やしましょうということね、はい。この3番は私大きい。私あの何スプレー、スプレーって何て言うんでしょう、あのシュッシュかけるやつね、霧状になるやつね、なんて言うんだろう、ガラスマヘペッポとかあのそういうやつ、シュッシュってかけるやつ、あれ中身水にしてね、霧状にして体に吹きつけるとかいうのもやってます私は、はい。そんで体を冷やす。あと4番、水道が使える場合はシャワーや水風呂に入って、体を冷やすのも有効ですということで、私の家庭ね、この中で要は電気が止まった、うん、あという場合ね、停電ですよ。今沖縄なんかそうみたいですけど、その時はとにかく体を水につけてですよ、シュッシュしてもいいし、タオルで濡らしてもいいし、直にね手につけてベタ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 体中に塗りたくてもいいし、体を湿らせた上でこの内輪とか扇子とかで洗う、これはねかなり効く、うん。で停電の時なんかね、皆さんこれやってみてください。もうやってると思いますよ、自然にやると思います、皆さんね。いわゆる気化熱を利用した熱の放散、うん、放出、うん、これやってくださいってことですね。あともうこれね、停電の上にね水道も止まったら大変ですよ。だから水ね、水の備蓄各家庭やってると思いますけども、多少なりともね、まあ、我が宮城県はね一回震災に襲われてるんで、他のとこよりは備蓄とかいうの、なんていうのかな、水に関してはね、うん、やってる家庭多いと思うんですけども、他の世帯もこれからね断水とかね停電とかありますって、この感じだと、うん、この異常気象、地球温暖化あるんで、やっぱりね備えられるものは、水貯めるとかいうのお金かかんないですからね、あんまりね、うん、できることっていうのはねやっといた方がいい、うん。あと私何度も言ってて、私も持ってないんだけども、発電機ね、小型の発電機、これあると多分めちゃめちゃ便利ですよ。停電、夏の停電なんて言ったら冷蔵庫のものがね一気に食べられなくなっちゃうん で、冷蔵庫なくなったらこれ本当買い出し行ってもね、辛いですよ、うん。
で、ものをね、保存することもできなくなるし、これ多分ちょっとした発電機あったら冷蔵庫ぐらい使えます。冷蔵庫、扇風機ぐらいは、うん、あとね、時間帯によっては洗濯機回したりもできるし、ほんとね、発電機っていうのはね、まあ私そんなこと言いながらね、持ってないんだけど、できれば持ってた方がいいと思う、うん、ちょっとしたものあれば、エアコンはね、回されなくたって、まあ仕方ないですよ、電気食いますから。エアコンはね、仕方ないにしても、扇風機とか冷蔵庫ぐらいは発電機あれば回せると思うんでね。あとスマホね、今世の中スマホ情報って言ったら、まあスマホあったら便利ですよ、うん、スマホの充電なんかもね、皆さん、まあ、対策してると思いますけど、できるような体制、うん、取っといた方がいいと思いますよ。本当にこのね、最近のね、地球温暖化のペース見てると、異常気象のペース見てると、もう近い将来本当に大変なことになるんじゃないかと。近い将来というのはもう来年さ、来年さね、ひたしたら今年、うん、夏でも冬でもですよ、何が起こるか分かんないんでね。冬だって電気なかったらね、ヒーター一つつけられないわけですから、停電には備えた方がいいと思います。これどうなるか分かんない、最近の温暖化ということで、今回ね、今ね、台風6号でね、沖縄とかね、停電になってるとこあるみたいですけども、電気が使えない時にね、体冷やす方法ということで、特に重点的にお話ししてみました。ね、体で濡らして、内輪とかで仰ぐ。ね、あと水とかある場合は、足とか手とかつけて冷やすと。これだいぶ違うんで、熱中症の予防になるんでね。はい。1425回、終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価、一つお願いします。失礼します。